皆さんこんにちは。ドッグマッサージセラピストの鈴木恵里です。タイトルにもありますように、今日は前足の間隔が広いワンちゃんについてのお話です。前足の間が広いワンちゃんというのは、肩関節から垂直に線を下ろした時に足がそれよりも外側についている犬を間隔の広い犬、コンフォメーションの用語で言いますとベースワイドというふうに定義されます。胸郭が広くて深い犬種についてはですね、このベースワイドというのが、スタンダードであると、決められていますね。でもどんな犬種であっても前足の間隔が広くなっているというワンちゃんはいるんですね。そういうような状態になっているワンちゃんについてはどんなことが言えるでしょうか。大きく分けて2つのことが言えるんですけれども、1つ目は体のどこかに関節炎が起きている。そして2つ目は後ろ足のどこかに問題があって、後ろ足に体重をかけにくい状態であるということが言えます。1つ目の関節炎があるということですけれども、関節炎というのは4つ足の関節だけではなくて、脊椎周りにも体のどこにでも起こり得る状態なんですね。でその痛い部分をかばって動き続けている結果ですね、知らず知らずのうちに前足に力がかかって、間隔が空いていくという状態になることが多いです。そして2番目の後ろ足に何か問題があるという場合ですけれども、前足というのは、開けば開くほど前足、体の前方の方に体重がかかりますので、後ろ足に体重を乗せた時に痛いワンちゃんはですね、自然と前足の方に体重をかけようとするわけです。そのために前足の間隔が広くなるという状況になることが多いです。前足の間隔が広くなっているワンちゃんがですね、マッサージのクライアントさんでいらした時に、私が日頃おすすめしているのは6つあります。1つ目は後ろ足の方に何か急性の怪我がないかを確認するということ。怪我というのは、例えば前十字靭帯に傷がついているとか、どこか腰の方に、何かズレが生じているとか、分かりませんけれども、とにかく急性の怪我がないかを確認するということ。そして2つ目、関節炎があるかないか、あればその場所の確定、これは病院でレントゲンを取ればすぐに分かります。そして3つ目、消炎性のあるものを食事に加える、甘い乳とか、あとは CBD オイルとか、消炎性のある炎症を抑える作用のあるものを食事に加える。4番目、鶏肉を主なタンパク源として与えないということです。これはなぜかと言いますと、鶏肉のオメガ3とオメガ6の割合が非常に悪いからなんですね。オメガ3もオメガ6も両方とも体に必要な栄養素ですけれども、オメガ3というのは炎症を抑える働きがあります。オメガ6というのは炎症を起こす働きがあるんですね。オメガ3が落ち着いたり、リラックスしたりする作用があるのに対して、オメガ6というのは緊急事態にですね、とっさの瞬発力を出すような、そういう働きがあります。毎日鶏肉を摂取していますと、オメガ6があまりにも多すぎてですね、この興奮状態、炎症を起こすような働きが体の中に起こってしまいますので、特に高齢で関節炎を管理しようとしている場合にはですね、毎日鶏肉を摂取するのはふさわしくないかなと思います。はい、5番目、そしてマッサージで酷使されている肩と胸のあたりを緩める。そして6番目、温熱パックなどで胸や肩を温める。温めるということには鎮痛作用があるからなんですね。緊急の痛みの場合には最初の48時間までは冷やした方がいいですけれども、慢性の痛みや酷使されている筋肉についてはですね、熱の方が適しています。普段ですね、このようなことをマッサージに来てくださるクライアントさんにお伝えしながらマッサージをやっています。静止画や動画を送っていただいて、それに対してそのワンちゃんに適した運動やマッサージのやり方をお伝えするアドバイスのようなサービスもできたらいいなと考えています。今後そのようなサービスを始めることになったとしたらですね、まずチャンネル登録をしてくださっている皆さんに無料でお試しいただけたらなと思っていますので、日頃どんなことを知りたいなと思っているのかも、もしよかったら教えていただけると嬉しいです。はい、今日
今日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったらですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた来週の動画でお会いしましょう。さよなら。